皆さんこんにちは、リコです。各自治体独自の給付金が決定しています。本編では現在分かっている情報を分かりやすくお伝えしてまいります。ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の目次はこちら。概要欄に目次を設定していますので、見たいところにスキップしていただけたらと思います。それでは早速見ていきましょう。千葉県八街市の情報から見ていきましょう。子ども1人1万円給付案、市内の0歳から17歳対象、所得制限なし、コロナ対策とあり、千葉県八街市では新型コロナウイルスの感染拡大で影響を受けている世帯を支援するため、市独自で子ども1人当たり1万円を給付する方針を発表した。6月補正予算案に事業費8834万円を計上したとあります。現在分かっている情報ですと、給付対象者は市内に住む0歳から17歳。給付の要件は原則なく、所得制限は設けないとしています。給付時期は8月頃を予定しています。対象者は8700人程度になると想定しているそうです。八街市は新型コロナに加え、物価の上昇で多くの家庭が困っていることに対し、家計の足しにしてほしいと述べています。また予算案にはこのほか1万3000円分の商品券セットを1万円で販売するとしており、事業費1億7281万円などを盛り込み、31日開会の市議会定例会に提出する予定とのことです。続いて群馬県中之条町、学生等に10万円を独自支給、コロナ禍生活支援とあり、群馬県中之条町は新型コロナウイルスの影響を受けている町出身在住の大学生や専門学校生らに生活支援給付金として10万円を独自に支給する。本人か保護者が2021年4月から町内に在住していることなどが条件。進学を機に町を離れる若者が多い中、支給金を通じて故郷に目を向けてもらい、就職などで呼び戻す狙いもあるとのことです。簡単にまとめると、対象要件は令和3年4月1日以前に生まれ、国が昨年度に実施した18歳以下への10万円給付で対象になった人、大学院、大学、短大、高専などの学生のほか、専門学校生や予備校生、浪人生も対象とするとしています。給付時期としては、現在分かっている情報ですと、在学証明書などの必要書類を揃えて6月末までに申請をするとのことでした。なお、年齢上限は設けないが、支給が適当かの審査があるとのことです。また、町長は、最も大変な時期に学生生活を送る人たちを支援したい。給付金を通じて中之条に目を向け、将来は戻ってきてもらえるといいと述べていました。続いて、埼玉県桶川市。子ども1人3万円給付、中学生までの子育て世帯に所得制限なし、7月中に給付開始見込みとあり、27日、物価高騰などの影響を受けている子育て世帯に対して、子ども1人3万円を支給すると発表しました。まとめると、給付の対象は0歳から中学生までの子育て世帯、要件は原則なく、所得制限は設けないとしています。給付時期については7月中には開始する見込みとのことでした。また桶川市では、物価高騰に苦しむ市民のため速やかに実施することを優先したと述べていました。その他の自治体独自での給付金一覧はこちら。神奈川県川崎市、児童扶養手当を受給する世帯に一律2万円の臨時特別給付金を支給、こちらは申請不要となっています。神奈川県逗子市、一人親家庭支援のため、一人当たり3万円の給付金を支給。神奈川県綾瀬市、一人親家庭を対象に一律3万円の臨時特別給付金を支給。申請手続きは不要で、5月15日から対象者に支給を開始。福岡県春日市、低所得子育て世帯には、国からの給付金5万円に市が5万円を上乗せして、計10万円を支給。それ以外の世帯にも2万円を支給ということです。こちらは私が調べたので、その他の自治体もあるとは思います。支援策としては、第三子の学用品の補助や市独自の応援金などがありましたが、給付金の枠としては、一人親世帯、子育て世帯、学生がメインの給付金が主な内容でした。ここまで市独自の給付金についてお伝えしてまいりました。給付金としては、やはり一人親世帯、子育て世帯、学生、子供が多くあり、子育て世帯ではない困窮世帯の自治体独自の給付金は本当に少ないなと思ってしまいました。
物価高騰に苦しむ市民のためという素晴らしい独自の政策なんですが、対象から外れていたとしても物価高騰に苦しんでいることには変わりありません。いち早くもう一度国からの一律給付が望ましい限りです。皆さん、最近は真夏のように暑くなったり気温の温度差が激しいですが、体調はいかがでしょうか？私は今ちょっと鼻炎で鼻声になっているんですが、聞き取りづらかったらごめんなさい。皆様くれぐれもご自愛くださいね。それではまた最新情報が分かり次第お伝えしてまいります。皆さん、いつもコメントや高評価本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、よろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。